さあ、それでは続きをやっていこうと思いますさあやるぜ。いやー、なんかね、説明書見てもらうと分かると思うんですけど、これね結構分からん全然いつもだとここからね色を配色してハニハニやっていきましょうみたいな風になるんですけど、ね、ブラジングかな、読めないな。なんかね、もう調べたらなんか燃えているみたいな感じらしいね。多分そういうブラッシングみたいなそういう感じかなというね。日本語もままならない鍋さんが英語なんてっていう感じですわ。英語なのか何語かもわからん、ね、ということでね、やっていこうと思うんですけど、これね見て、これで今ちょっとちらっと見せちゃったんですけど、こんな感じのもう色塗ってあるの。いや、それも最初の方で見たよっつって言ってね、言われちゃうと思うんですけど、だから結構ね全然わかんなくて、これどっからどう色塗ってどうしてああしてこうしてみたいなさ。これさ、ネットで調べたらさ、あれなんだね、これのさ、もうすでに塗装済みってやつが出てんだけど、12分の1で値段見たら目が飛び出そうなくらい高かった。8万9万ぐらいするとか思って、ビビった、その金額見て。とりあえず色塗ってやるのは嬉しいけど、これさ、このトランペッターのさやつじゃんこれって。ね、視聴者さんも教えてくれて、自分でも調べたらおおとか思ってね、そういうことかみたいな感じで分かったんだけどさ、それだったらいいんだけど、もう一種類こうヌヌから出てるやつとかさ、そういうのを見てくとさ、スーパー高えのビビった。ちょっと値段見てんで、しかもね、これね、ここは塗装なのだけど、ここはね素材のままの色だよね。ほらね、よく見ると分かるけど、ほらね、素材のっていうか、そのプラの色がこういうふーってよし。いやー、ビビった。これだからさ、これ俺作れるかなって今になってまた今日思い出しちゃって、でちょっとね、プラモデルのこのキットを探すのも結構大変でね、キットっていうかさ、パーツ、どこに何のパーツが入ってるか、これもとりあえず開けないといけないね。ちょっとさ、今回もう作らないといけないから、作らないといけないから、依頼品だからね、もう開けてさ、ちょっとこまごま見てこうか。今日そんな回にだから、もしそのね、ヌヌだったかな、なんかそのこのね、こっちのマグフィファイン、やっぱりね、さっき言った通り、ちょっとね日本語もできない英語もできない人間なので、もう開けて見ていって、どこにどのパーツがついていたかっていうのをね、ちょっと記憶していこうかなと思って。これ内装なのは分かりますよね。開けちゃいけないやつもあるんですよ、中には。例えばさ、クリアパーツとか傷つけたくないからさ、だけどこれプラキットはね、どのみち外して色塗らないといけないからさ、ダメだ、この切る用のハサミじゃないから。切る用のハサミじゃなかったら一体何用のハサミだって感じだよね。柔らかいね、ビニール系の切るハサミではないね。ビニール系はビニール系でいいやつをちゃんとスコッチね、こうやってね、ちょっと開けて見ていこうかなって。そうしながらちょっと頭にどんなキットがどのパーツについてたかっていう、どのランナーについてたかっていうのね、ちょっとこう覚えて。日本のキットとやっぱり違うんでね、わかんないんですよね。今日こんなだけの回になっちゃうのはしょうがないですよね。違うか、気のせいか。表面がツルツルだからそうやって見えただけか。じゃあなんかその剥離剤がすげえかなとか思っちゃった。でまたね、再度ここに出てきた塗装のしてあるキット、なんでこう中途半端に塗装してあるかな。どの道剥がし、また塗り替えるかなんかしないといけなくなっちゃうと思うんだけど、白い車になっちゃうからね。海外でってこれどういう風に、どういう感覚でプラモを作るのかな。わかんないな。はい、次。これは前回ね、切り取ったから、これでいい。これには足回り関係が入ってるよって感じか。ねえ、わかんないよ。だからなんでこのハサミ使うの？明日ね、ゴミの日だからね、ゴミ出しやすいわ。これはこれでちょっとこう艶消し感がある仕上がりになってんだね。ザラザラしてる。ね、これメイキパーツか。メイキパーツね、これでも丁寧にこうやってね、スポンジで引いてあるからね。で、エンジンのこれね、カバーのところだね。で、さっきの E の 30。E ってどれだろう？これ E じゃない。これ G だ。E の 30。丁寧だよね、こういうのはね。はい。役所いい。やっほーい。エクシーナベさんのテンションが高い。なんででしょう。なんでナベさんのテンションがこんなに高いんでしょう。あ、これ見えないじゃん。これじゃあ E なのか何なのか分かんないじゃん。ちょっと見せて。なぜかというと明日休み明日休みなんだ。明日休みだからYouTuber としての仕事をするんだ結局仕事がちょっと見せて、ちょっと見せて、ちょっと見せてくればいいんだけど、いいだ。え、マジでこの中入ってんの？え、開けたくないな。傷がついたら嫌だからな。本当にこの中入ってんの？あ、入ってた。しゃあねえ。じゃあちょっと続きある？はい、戻ってもらえますか。っていうことは塗装しなくていいんだ。エンジンのこの部分はそういうことになりますよね。ついにメッキパーツを開く時が来た。嘘。よいしょよいしょ。これまたこれ包んでマスキングテープで留めて保管しとこうかな。傷をつけたくなる。うわ、超綺麗。何このメッキ見て、この綺麗さ。全体的に超ミラー調になってる。何超ミラー調って。さあ、丁寧に畳んで、ちょっとこの高級なお肉が入ってそうな雰囲気あるよね、こういうね。超高級なお肉が、超高級な肉が食いてーって言ったらなんか言葉遣い汚いよね。食べたい。超高級な肉が食べたい。誰か連れてって。誰か連れてって。お肉食べたいよ。お肉が食べたい。いいよっと。いや、お肉が食べたいね。超高級なお肉が食べたい。昔は食べたんだけどな、超高級なお肉。超高級なお肉ってさ、本当に美味しいの。当たり前だよねあのね、大体さ、食べる時にさ、脂身捨てるじゃないね。例えばサーロインの超ね、ステーキを買いましたと、もらいましたという時にさ、やっぱり言うてもね、あの脂分のさ、サーロインのこの耳のこのねところをさ、捨てるじゃない。食べれるんだ。あのね、肉脂がね、甘いの。すごい。あ、脂身ってうまいんだって思った。しかも何、くどくない、気持ち悪くもない、何これみたいな、そんなね感じだった。うまいわと思った。やっぱに超高級肉は違うわ。でもこの話ちょっと前もしたかもしれないけど、超高級、本当に超高級肉だから、そのね、その牛さんのね名前まで入ってたの。食べに行くとか思って例えばね、まあ簡単に言うとだよ、その牛の名前は花子ですみたいな、そんな感じで書いてあるの。もう食べづれえわとか思いながらもさ、馬とか思いながら牛だけど食べてた。超うまかった。でこれをここにつけるよって感じだけど、まあちょうどよかったね。メッキパーツの取り付け方、こうやってさっき手洗ったんだけど指紋がついちゃった。こうやってねつけるんですけど、メッキってアルミなのでつかないんですよ。こうやってね、あくまで流し込み材っていうのはプラとプラを溶かすので、で今こうやってね見るじゃないですか。そうするとどこがね合併ポイントかなっていうところを見ていきましょう。これをつけてちょうどいい時間だね。あ、これ切っていいの？あ、こっちから見ると切っていい。なんかここだと一体パーツみたいになってるからいいんだよね。切っちゃうよ。知らんよ。知らんよ。切っても。知らんよ。切っちゃうよ。こっち見ると切っていいっぽく見えるから、こっち切ったろ。プシッ。ピシッと。こう見て、この受け皿にこれをほうほう、なるほど、こういくわけか。なるほど、だからこうやってつくから、でこいつもこうやってつくからっていうとさ、このつく部分のここの部分のメッキを落としてあげないとくっつかないよねっていうのが分かるので、ここの部分をねとりあえずメッキを落としてあげましょう。これね机汚れるから嫌なんだけどね。でカンナ掛けで取るのが一番手っ取り早いかな。こうやってね、そうすると下のプラの素材が見えてくるので嫌な音はしますが、まあこれが嫌な音って思う人と思わない人とね、まあ自分は何とも思わない人なんでいいんですけど、黒板に爪を立てる木みたいなねやつはちょっとさすがに歯が痒くなってくるんですけど。よく今これ削ってて思ったけど、やっぱりね下地が打ってあるね。多分クリアかなんかの塗装をして、その後にクリアかけるとツヤが出るじゃないですか。でそのツヤが出た状態の上に蒸着メッキがしてあるような感じですね。アルミのメッキがねしてあるような感じですね。なんか全然プラのこのね今1枚こうさーってやるとすぐ取れるんですけど、このアルミがだけどその下にあるトップコートが見える。ちょっとこれはカメラではお見せしづらいかな。うっすらだから、まあクリアだからねちょっと見えづらいと思う。しかもこのねカッターナイフでこうやってカリカリした状態の、あーこれ見えるかな。これちょっと見える？見えないよね。まあそんな感じでね1枚こうね落としてあげて、まあトップコートぐらいならね別に接着剤で溶けてしまうんでまあいいんですけど、あーやばい、さっきくしゃみしたせいか鼻水が。でちょっとねこう汚くなるんで、ここはねよいしょ固めの歯ブラシでいきますか。極細固めの歯ブラシでこうやってやってあげるとねバリが取れて綺麗になるので。まあこんなね 100% きれいに取らなくても、削り込まなくてもねくっつくだけの部分だけども、あっ持っていいよ、すごいですけど、これをここにこうつけるよということで、こうかこうくるから、こっちとこっち側から流し込むか。いやでもこれまだ普通に入手可能なキットだから、しかもあこれでも値段いくらしたんだろう。値段そんなバカみたいな金額じゃなかったと思うんだけどな。もともとトランペッターが出したやつのね結局金型代はかかってないと思うから、まあ買い取りはしたのかもしれないけど、でこれでくっついたでしょ。だからキットが手に入ると思うから、もしねこの鍋さんが作った上で、あ、これなら俺でもいけるかもしんないっていうね、思った方の思えるような、まあ参考にね、そういった意味で参考にねなる動画にしていきたいなっつって思うわけですよ。今ね、ちなみにねボディの方なんですけど、やっぱりね一箇所一箇所見せようかなと思ったんですけどね、結局ねあの後裏側の方にも同じような工程をしちゃって、でまあ黒サフ吹いてまあよしにしようと思って、で窓扉の開とかが悪かったりなんかしてるんで、その辺は何だろう、結局ね黒サフを吹いてからやった方がいいなと思って、まあ多分その時になったら重複する話になっちゃうかもしれないですけど、でけえな12分の1、やっぱり。やっぱアメ車っていうのもあるし、でかいね。見てこれ。いや、これでも実際メッキじゃねえだろって思うんだけどな。いや、わかんないよ。ステンレスのミラー調の板をこう貼ってあるのかもしれないからね。実物に見たことないから申し訳ないですけど。で、ここで他のキットもついてくるみたいなんですけど、ここにねパーツを入れないといけないんだけど、そのパーツの色が書いてないのよ。 D の5って書いて、さっき D それの似たパーツだったんで、これだよ D の5、 D の5だけど、これ色の指定がない。何色で塗れって書いてない。塗らんでいいのか、そんなこと言ったら。いや絶対塗るでしょ。まあ多分あれだよね、だよねって。何色だろうこれ、何色で塗るんだろう、ちょっと探ってみますか。いやマジでわかんねえなこれね。ここに色を塗れっていう指示がないんですけど、これ下からもねペタンってなんかくっつけないといけないから、それを多分たどっていけばおのずと分かってくる。ここまでつけてない。この辺でもまだ登場してない。いつになったらつけるのそれ。ここまで来てもちょっと待って。いや俺見落としてると思う。ここにある来るともうついてるもん。っていうとここだ。っていうとこのもう一個あった手前。あ、あった。ここにある。ボスサイドオイルライン。ボスサイド。もしかしてこれ白でいいの本当に。ひょっとかすると。違う？いや、わかんねえ。白。じゃ普通こういうのって結構ゴムとかなんかそういうセミグロスブラックで塗ると思うんだけど、あ首が痛い。いや結構ね色の指示が書いてるところは書いてるんだよね。オレンジとかさ、こういうふうにさ。参ったな。だけどこのボスサイドズまあいった。まあ想像で塗るか。いや結局フォード GT ね GT40 はなんか調べればいろいろ画像出てくるんだけど、こっちの方ってなかなか出てこないんだよね。せっかくこんだけ細かいからいろいろやりたいんだけどわかんねえ。まあでも今日はちょっとこの辺時間も時間だからこの辺にしておきますか。まあねという感じで、まあ今回ねメッキの付け方っていうのもねちょっと動画で、まあね別に今に始まったやり方の話じゃないんだけどね、接着剤でね他の接着剤で多用途用の接着剤つけるとかじゃなくてね、こうやってめくれば一応つけることができますよと。これで重ねればトランペットの愛っていうのがよくわかるかもしれない。トランペッターってどうなんだろう、難しいのかな。今こうやってつけてみるとすごく愛がいいんだよね。ね、悪くないでしょ、愛。そんなに。あ、そうや、ヌルの方はスナップキットみたいだね。接着剤なしでつけれますせみたいな、ああいうタイプはね塗装すると結構難儀しちゃうことが、難儀っていうよね、わかんねえ、ね、結構苦労したりすることがあるんですけど、これは接着剤でつける系のやつなんで、でも藍はそんなに悪くないな、こうやって見るとね。ちょっとじゃあこれで色分けとかしていきますか。まあちょっとね取りだめがないんで途中経過のね動画もね流しちゃうかもしれないですけどね、まあその際また見ていただけたらと思います。まあメッキパーツだけはちょっとねまだつけずにいこうかなと思うんですけど、でもよう考えたらこいつはもうつけちゃっていいのよね、塗装しないからさ。いろいろ考えながらやっていくか。これはちょっと苦労させられそうだな。ここねロボットの動物みたいな、あまあいいやという感じで、ちょっと説明書とにらめっこしながら頑張ってやっていこうかなと思いますので、ちょっと途中経過の動画が出てきちゃうかもしれませんが見ていただけたらなと思います。ちょっとサムネでこんな感じですというふうにしておきましょう。ということで今日はこの辺で。だまだ。